せよ赤星赤崎、はい、赤星マシ TV、はい、あら、はい、お願いしますということでね、今回僕が行ってきました。あ、そうか、マクナカです。マクナカさんね、はい、マクナカさんてかメインで喋ってる。あ、そうね、久々じゃないですか。いや、初めてです、ね、初めてか、はい、あ、そうかそうか、はい、なるほどね。ちょっとね、お店のおさらいを見やす、ね、まあ過去にね、あのボシさんとザキさん行ってんのかな。あ、そうですね、はい、今年2回目ですね、マクナカさんね。あ、そうですね、店の紹介としては、で、そう、券売機なんですよね。券売機、あ、これが非常にありがたいね。あ、そうそうそう、全部これ ね券売機でやってくれるんだね。ラーメンとか選択したらこれじゃなくてこうやってね、そう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 、これいいところだね。マシマシとかあと料金ちょっとかかってきますよって感じですね。なるほどね、はいはいはい。で、そう、これね、中太麺か極太麺選べると。そうかそうか、はい、なるほどね。で、ちなみにこの券売機の近くにあなたたちのサインがあります。あ、そうなんだよね、はい、まさかね、券売機の近くなんだ。サインを書くことになるとは思わなかったよ、はい、上に。で、注文したのがこちらっすね。あー、はい、何この演出、混ぜそば。極太選んだんだ。極太で、はい、で、こんだけトッピングついてくるんですよ。うわ、これ幕中盛りというのが。そうですね。あ、そっか、そういうトッピングだ。はいはい、はいはい、で、まずお野菜から。あら、で、まあ、もりもりとね。うん、あと、まずね、店綺麗だしね、うん、めっちゃ。そうね。そもそも。まあ、カウンターのみなんですけどね。はいはいはい。非常に綺麗でね。うん、はいはい。あ、なんだなんだ、やっぱ混ぜ混ぜタイムが、ね、混ぜ混ぜタイムがあった。早速なんですけど、これは混ぜないとね、やっぱね。あ、うん、カメラマンがいるんですね、これは。あ、これあのね、後輩の松井けむりに。あ、はいはい、令和ロマン、令和ロマン。あ、そっか、なるほどね、はい、ありがたいね、ありがたい。うん、劇場が近いからね、はい、言ったらね、やっぱ混ぜるの楽しいっすよね。はい、あんまね、ここまでにこやかになることないの、食事中で、ね、食べる前にしかも、うん、楽しいんだよ、ビミね、うまだろ。あ、こういう表情するんですね。はい、やっぱ煙の前だと。いやいや、やめてくれ、人によって違うとかやめてくれ。で、まあメインよ。あ、やっぱもうなんかすごいね。あ、そうだね、言ったらはすみさんみたいなね、そっちの方の極太、うん、さて、じゃあこの麺の感じなんでしょう。あれ、かすみ以外に。あ、ね、なんだ、そういうイメージだけどね、言ったら嘘だろ。まさに華厳の滝のこと。いやいや、違う違う違う、まあ、これ写真をはめ込んでるから、あれだけど、華厳の滝のような。いや、たまたまそうなったけどね、流れがね。壮大さがね、いくらなんでも違うんだよ。そっか、観光地見てるようなもんだもんね、はい、ここね。もうそうなの。いや、そうよ、観光地麺よ、言ったら。神保町でしょ、ここだって名物で、メンマね。メンマもね、太くてね、コリコリしててね、いいですね。やっぱなかなか二郎系じゃないですけどね。あ、メンマあんま入ってないですよね、うん、ないね。それがありがたい、で、お豚 ね。あ、ここで豚行きました。そう、もう崩れちゃう。あ、そうだね、確かに確かに。ホタテみてになってるもんな、これもうな。あ、会費もね。もうね、うまそう、はいはい、これ。いや、まさにご機嫌豚というか。あ、ご機嫌豚、これはにこやかになるわ。これね、豚も報われるんじゃねえかなって思ってね。あ、まあそうだね、こんだけいい豚、おーっと、あー、昇天しちゃった。ありがとうっつって。ありがとう、豚ちゃん。今ようやく行けたんだね。そうだった。いや、楽しませていただきましたよ。ここまでは、そっか。やっぱなんだけのね、量の具材混ぜたら絶対美味しいからね。まあね。で、そうそう、フライドガーリックとかね、ベビースターとかも食感とか、うんうん、あ、そうね、やっぱ混ぜ具合でね、はい、色の、あの味の濃さとかね、うん、違ってくるから、やっぱり、はい、魚粉後ね、残ってる感じ。そうです、魚粉とニンニク別皿なんで。あ、そうなんだ、はい、魚粉。へえ、なるほどね。まあ、言って僕も1回しか行ってないですから、まだ、まあ、僕もつけ麺なんで食ったのは。 あ、なるほど。そう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 。あ、じゃあ混ぜそば初めてなんですね。あ、そうそうそう、ということになりますね、これね。まあ、ドロドロなんでちょっと粉感ね、強くなって。あ、いいですね。はいはい、味ちょっと変えすぎちゃうんで、入れすぎ注意。なるほど、はいはいはい。あ、煮卵もついてると、うん、卵もとろっとるぐらい。あ、いい半熟加減、これちょうどいいな、このとろけ具合を。とろけ具合なんだ。ゼリー状の、どういうこと。お、眠る猫のことし。ちゃんと2匹のね、まあね、飼い猫メンマと誘導体ですからね、うちの猫はね、柔らかくて ね、ほぼ液体ですからね。液体ですからね。とんでもないとき癒されたな。いやいや、知らんわ。余韻がすげえわ。何があってこれ。あー、そうか、ここでニンニクだ、結構後半ですね。そうですね、強めに、まあ、結構いろんな味がありましたから。そっか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 、はい、っ最後結構濃度が強くなってくるんだやっぱね、まあどんどん、そうね、うん、そのタレとかも沈殿してるやつとかもあるから。そうかそうか、じゃあ濃いめになっていくわけだ、最後の方に。そうね、意外と最後の方が濃かったりするだよね、こうなるとね。頭野菜でいくと、うん、これはビール飲みたくなっちゃったの。ちょっと待って、うずらも入ってんのか、はい、すみません、うずら一瞬で終わっちゃいましたけど。ちょっと待って、メニューでうずらとメンマあってどっちもある。猫も両方あってメンマうずらがね、ダブルでできてますね。ファイナル豚、ファイナル豚いってます。だから、ね、さっき言ってましたけど、これ沈殿したのがすごいね、かかってるんで。あ、うんうんうん、そうかそうか、うんうん、バカうますね、最後らへんでも。タレがね、なるほどね、うん、ドロッドロで。あれ、麺量は波、あ、台
中ですね。あ、中か。250g。250。はい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 。でこれね、まあ、お野菜を。あ、もういっちゃうそれ。あ、行くんだ、いいね。いや、うまいのよ、やっぱり。最後のが一番こうギュッと濃縮したエキスになってますんでね、これね。まあまあそうだね。うん、あちょっとね、うん、食べてないからな、混ぜそば食いてえな。これは食いたいですよ。いやマジでうまかったよ、お米あったら入れてたわ、うん、あーなるほどね。あマジで、はいはい、うん、そんぐらい。あこっちゃんです、二郎系でお米までいっちゃう、相当だよね。うん、つうわけでごちそうさまでしたですね。はいはいはい、はい、あもう結構会員じゃないですか、ほぼ会員だねこれはね、会員しましたね。うん、あっとで今回で、ね、マシマシレベルはマシレベルはどうでしょうか。まあ 81.38 と、まあ混ぜそばの数値だね、やっぱね。はい、うん、ハイサンバ、ハイサンバ、ハイサンバで、ハイサンバですか、まさにハイサンバで、ワンチャン調べたらありそうな名前ですけど、なんかね何かの名称で。さんね、あちょっと幕中さんね、やっぱこの自粛期間とかもあったからね、2回目がなかなか行けてないっていうのはね、あるし、あとサインがあることによって逆に恥ずいっていうのがね、うん、来たぞっていう、あの来たぞ感出して全く知られてないパターン、店員さんによっての、うん、それが恥ずくてね。あ確かにな、うん、逆に行けてないっていうのもありますけど、あ僕は顔が割れてないのか、はい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 、何も言われなかったですけど。ああ、いやだってなんか食券機のそばにあったんですよ、なんかサイン。もう食券機の上っすね。真上か。はい、ちょっとぜひともね、店員さんまだ見てない方はマシマシ TV 見てください。買おうかと思ったらもう、はい、ザキさんの謎のリーゼントのサインが。ああそうですね、はいはいはい、絵を描くことによってサインに個性を持たせたいというのを。どうでした久々の幕中は。いや見て、ね、見てですけど。いやそうね、いや、やっぱりあの幕中の目のこれ真面目な話ね、うん、あの多めにすくうと最後まですすりきれないっていう、うん、ちょっとずつ 2,3 本ぐらいがちょうどいいっていうのが幕中である。あ、ね、あそうね、はい、なるほどね。あとなんか本数とかよりも太さでグラムが多分多くなってるから、あちょっとあの先に一気に行きすぎて麺がなくなっちゃう可能性もあるから配分が必要だなっていうのはあるかな。あやっぱね、細かいあるあるですね、うん、そう思ったんですよ前回も。細かいあるある、なるほどね、実は最近神保町行ったんですよ、うん、あはいはいはい、そば、やぼよで、そうそう、そばで、で、はい、でやってなくて、うん、あのサボール行ったんですよ。あ喫茶店有名な、はいはい、行って、うん、ここで編集すっかって思ったんだけど、うん、やっぱね混んでてね、あのすぐ出ることになっちゃったんだけど、クリームソーダの種類が超いっぱいあってね、おすすめなんですよ本当に。サボール誰か配信してください。配信誰かちょっと見たいんで全種類。はい、僕はこのブラジル行ってきました。あブラジルね、コーヒー、ご雰囲気いいですよ。なるほどね、あいいね。まあ、僕はエチオピアとかね、あカレー屋ね、カレーのエチオピアとか、あなるほど、行っちゃいますけどね。あとなんかこの辺二郎系のお店がね、なんかできたりできなかったり、まあそうね、いろいろなんか結構密集してるもんね、うん、6ぐらいあるかな、うん、あそんなあるんだ。あります、はい。じゃあもう本とカレーと二郎の街になりつつあるっていう、うん、ある大学、明大、あ明大ね、共立女子大、あはいはいはい、日大、あまあ、だからそうか、明大生結構ご用達かもね、やっぱり。前は早稲田にあったから、早稲田から明治前に引っ越してきた。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。大学のそばにあるっていう。武蔵屋パターンね。家系で武蔵屋パターンね。なるほどね。そう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 。まあでも本当、混ぜそば食べたいなと思ったんで、はい、ぜひまた来店させてください。お願いします。サインをその時は。サインをその時は、これ僕なんですよ。やば。これ僕なんですけどね。トッピングあるかな、いややばいな。まあちょっとサインもしかしたら撤去されてるかもしれないで、皆さん見てみてください。あ、そうね。いつまであるか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。